県教育委員会は9日、松山市で県通学路安全推進委員会を開き、効果的な安全対策について意見を交換しました。委員会は行政や県警、PTA の関係者で構成され、オブザーバーとして市や町の教育委員会の担当者らも出席しました。このうち西条市、久万高原町、八幡浜市の実際の取り組みを紹介した実践発表会では、担当者が通学路の危険箇所に施した対策の例などを写真で紹介し、情報の共有を図りました。進め方としましては、1、迂回路として通行する車も多くて見通しの悪い箇所です。グリーンベルトや看板の設置等で安全確保に努めております。県通学路安全推進委員会の小川和久委員長が公表し、通学路の一層の安全確保を呼びかけました。成果としては、その方もおっしゃっていましたように、関係者間で情報共有できたという面はすごく大きなメリットです。具体的にはもうアイデアが出てきて対策を実施していくというところまでいけるわけですから、非常にそれはこの事業の大きな成果として理解できたと思います。